ごご覧いいただきありがとうございます現地8月4日に行われたトロントブルージェイズ対ニューヨークヤンキースの一戦2対2の同点で迎えた7回裏ヤンキースの攻撃はワンアウトで2番フ安ンソトブルージェイズのマウンドにはこの回から登板のサウスポージェネシス・カブレラワンボールツーストライクからの1球外左中間へ今シーズンの第28号ソロホームランヤンキースが3対2と1点を勝ち越します 続くジャッジはワンアウトランナーなしですが申告敬遠となり迎えるは4番キャッチャーオースティン・ウェルズその初球スライダーが外れてワンボールここでボール交換ですが受け取ったボールを気に食わないカブレラこれじゃないと投げたのはヤンキースのダグアウト方向これが結構な強さでブーン監督のもとへこれにはブーン監督カブレラを睨みながらオラーとブルージェイズダグアウトへ 強いゴロ補給の際に弾きますがこれまた結構な強さで放りますこれに警戒感を高めるアンパイア早く、スライア相手にすんなよはフッ,フッタクブーン監督は苛立っていたようですがこの場面で両チームに警告などはなし試合再開バッターはオースティンウェルズツーボールノーストライクからの3球目を見逃してストライク4球目は空振りでツーボールツーストライク その後の2球を続けてファウルしてからの7球目、外低め、ストライク。ウェルズは不満。中継画面上の枠からは外れていますが、スタッドキャストではストライク。これにダグアウトから何やら吠えたブーン監督退場。ですが、もちろんこの後出てきます。いや、お前さ、判定もひどいけどさ、あのボール投げられた件はどうなのあれはいいっすね。だよな、あれな。 俺ビューンっつっていい球投げ返したもん見たいやいいエラスねなんなわけねえだろいや正面のゴロ弾いてるんでエラスねおっさんもどう思ってんのエロードよ嘘でしょ正面っすからねいやじゃあ俺もトーレスに強く言えねえやなこのようにストライクゾーンの判定に抗議した際にカブレラからの正面のゴロを弾いてしまったことについての議論も沸騰したブーン監督はこれが今シーズン6回目の退場退場を争いでは単独首位 2位には5回のボブ・メルビン監督が迫っていますが、シーズン残り約1ヶ月半。このまま首位をキープして、退場王3連覇なるでしょうか。ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん。